鮮やかな赤い舞台の上で、ナンバーアンダーライン愛のロゴが輝き、ショー騎士、神宮寺の3人が揃ってダンスを披露する様子は圧巻だ。平野ショーの髪が舞い、笑顔を見せる瞬間も忘れられない。かつて、ライブ音楽の界隈で顔の美しさや歌声の美しさに興味がなかった人々が、今では、ナンバーアンダーライン愛に夢中になっていることは、一つの現象とさえ言えるかもしれない。この変化は、 彼らの魅力がどこから来るのか、どのように人々を引き込んでいるのかを探る上で重要なポイントだ。特に、INZM という曲と、そのミュージックビデオがファンたちの心をつかみ、一瞬で虜にしてしまう力があることを象徴している。ミュージックビデオは、視覚的な芸術と音楽が融合し、ただの曲以上の体験を提供している。最初に見た瞬間から、視覚的な刺激が溢れ、 見るものを一気に引き込む鮮やかな赤い舞台の上で、ナンバーアンダーライン愛のロゴが輝き、ショー騎士、神宮寺の3人が揃ってダンスを披露する様子は圧巻だ。そのステップ一つ一つにまで最新の注意が払われており、MC ハマーを彷彿とさせるようなリズム感とダイナミックなたさばきが特徴的だ。このようなダンスパフォーマンスは、彼らの技術力とエネルギーを象徴するものだ。特に キシユタの姿が印象的だ。彼が三つ編みのウィッグを身につけ、ラーメンマンのような雰囲気を醸し出す姿は、一見セクシーでありながらも、どこか愛らしい。ファンたちは彼のキャラクター性を楽しみながら、その一瞬一瞬を見逃さない。このような彼の存在感が、楽曲やパフォーマンスに新しい層を加えていると言える。INZM には、これまでの音楽とは異なる要素が取り入れられている。 それはロックやダンスミュージックといったジャンルの枠を超え、どこか劇的な展開を感じさせる。そのため、この曲がライブでどのように展開されるかに興味を持つファンも多い。狭いライブハウスで、この曲のエネルギーを直接感じたいという声も多く、彼らの音楽が単に、聴くものではなく、体験するものとして受け入れられている証拠だ。一方で、神宮寺雄太の声の存在感も無視できない。 彼の高くて力強い、フォッという掛け声は、楽曲に新たな緊張感と盛り上がりをもたらす。この一瞬の声が、見る者の,の記憶に強く刻まれるのは、彼の声が持つ特有の力だと言える。そして、その声が楽曲全体のムードを形成し、より立体的な音楽体験を作り出している。平野翔の髪が舞い、笑顔を見せる瞬間も忘れられない。彼の笑顔はファンにとって、 ただのののパフォーマンスの一部以上の意味を持つそれは明日も頑張ろうと思わせるエネルギー源であり、どれだけ忙しい日々であっても、彼のパフォーマンスを見た後には少しでも元気を取り戻すことができる。このように、彼の存在はファンにとって精神的な支えであり、彼の自然体の姿が一層彼の魅力を際立たせている。楽曲が進む中で、騎士の肩にジグヒラの手が触れ、 3人の間に流れる特別な絆が感じられる。この絆こそが、彼らのパフォーマンスに独特の温かみを与えている要素だ。彼らはただのグループメンバーではなく、互いを支え合い、共に成長してきた仲間であることが伝わってくる。見る者は、その絆に感情移入し、彼らの成功を共に喜び、応援する。コックコートを着て踊る姿は、どこかコミカルでありながらも、 その中に確かなプロフェッショナリズムが見え隠れする。このような一見ミスマッチな要素を取り入れながらも、全体としての一貫性を保つことができるのは、彼らの持つ特有の魅力だろう。彼らは常に見るものを驚かせ、次に何が来るのかという期待を裏切らない。そしてその期待を超える瞬間こそが、彼らが多くのファンに愛され続ける理由の一つだ。ファンたちが MV を見て抱く感情は様々だが、 共通しているのは、3分半という短い時間の中に凝縮された高いクオリティに圧倒されるという点だ。これは単なる曲のプロモーション以上のものであり、一つの芸術作品として評価されるべきものである。ファンたちが、降参ですというのも無理はない。彼らは想像を超えるパフォーマンスを提供し、常に新しいものを追求し続けている。ナンバーアンダーライン i がこれまでの音楽シーンにどのような影響を与え、 これからどのように発展していくのかは、まさに注目に値するポイントである。彼らの活動がファンに与える影響や、そのパフォーマンスの進化を追うことは、ファンにとってもクリエイティブな体験となっている。彼らの楽曲や MV は、単に視聴するものではなく、深く考察し、分析し、楽しむためのツールとしても機能している。ファンが集まる SNS のコミュニティでは、 ナンバーアンダーラインアイのメンバー一人一人の個性が議論の中心となっている。例えば、平野翔の自然体な振る舞いとその圧倒的なカリスマ性は、彼がただのアイドルではなく、人間としての魅力を持っていることを強く感じさせる。彼の一瞬の表情の変化や、ふとした仕草がファンたちにとっては宝物のようなものであり、その瞬間瞬間が SNS でシェアされ、多くの人々に共感と感動を呼び起こしている。 神宮寺勇太に関しても、そのユニークな声とパフォーマンススタイルが特に注目されている。彼の「フォッ」という掛け声が、ファンの間でどれほど話題になり、心に残るものとなっているかは、彼自身の存在感を証明している。音楽業界においては、歌唱力だけでなく、こうしたユニークなパーソナリティがファンとのつながりを強化し、他のグループとの差別化を図る大きな要因となっている。岸優太もまた、 その愛らしさとカッコよさが絶妙に融合した存在だ。彼が持つ柔らかなキャラクターは、グループ内でのバランスを保ちながらも、独自の個性を際立たせている。ラーメンマン風のウィッグを着用した彼の姿がファンにとって一つの象徴的なシーンとなり、その可愛らしさとセクシーさの融合が、彼の多面性を物語っている。彼のこうした変化自在な姿が、ファンたちを飽きさせることなく、 常に新ししいい発見を提供している。また、楽曲 INZM に関連する話題は、ファン層だけでなく、音楽業界全体にも波及している。この楽曲は、従来のアイドル音楽とは一線を画し、よりエッジの効いた、ロックやダンスミュージックの要素を取り入れた挑戦的な作品となっている。その結果、これまでアイドル音楽に関心がなかった層からも支持を受けることとなり、 彼ららのの音楽が一種の文化的なな現象として捉えられるようになった特に、ライブパフォーマンスにおいては、ナンバーアンダーライン愛の音楽がどれほどパワフルかが強く感じられる。観客との距離感を縮めるために、彼らは小規模なライブハウスでもパフォーマンスを行うことがあり、見る者にとっては、より親密な体験が得られる瞬間となる。こうしたライブ体験は、ファンにとって一種の儀式ともいえ、 楽曲が持つエネルギーを直接感じることができる貴重な機会だ。そのため、ファンたちはライブチケットを手に入れるために競争し、会場での瞬間を楽しむために遠くから駆けつける。このように、ナンバーアンダーライン愛が提供する音楽体験は、視覚的・聴覚的なエンターテインメントを超えて、ファン一人一人の心に深く刻み込まれていく。彼らの活動は、音楽だけでなく、 ファンとのコミュニケーションや SNS を通じた新しい形の交流を生み出しており、それが次なるファンベースの成長にもつながっている。さらに、彼らがどのようにして今後の活動を展開していくのかも注目される。現在、彼らの楽曲やパフォーマンスがどれほど進化を遂げているかを考えると、今後も予測を超える展開が待ち受けていることは間違いないだろう。新しい楽曲やコラボレーションが発表されるたびに、 ファンたちはその動向を中止し、SNS 上で議論を重ねる。そしてその期待に依頼い続けることで、彼らはますます多くの支持を得ていくに違いない。彼らの成功は、単なる偶然ではなく、常に進化を求める姿勢と、ファンとの絆を大切にする姿勢に裏打ちされている。そうした彼らの歩みを支えるのは、やはりファンの存在であり、ファンが彼らの成功を共に喜び、支えていくことで、 ナンバーアンダーライン愛はこれからも輝き続けるだろう。今後、彼らがどのような音楽やパフォーマンスを展開していくのか、その未来には期待が膨らむばかりだ。彼らの新しい挑戦を目の当たりにするたびに、ファンはその進化を楽しみ、次なる一歩を共に歩んでいく。これからのナンバーアンダーライン愛の奇跡がどのように描かれていくのか、そして私たちがそのたびにどう参加していくのか、その答えは未来のステージに待っている。 最後に、この記事を通じて感じることは、ナンバーアンダーラインアイというグループが持つ底知れぬ可能性だ。彼らは音楽だけでなく、そのビジュアルやパフォーマンス、そしてメンバー間の絆を通じて、ファンに深い感動を与えている。では、今後彼らはどのような進化を遂げるのか。そして、私たちファンはその進化をどのように受け入れ、楽しんでいくのか。これからの彼らの活動に目が離せない。